皆さん、こんにちは伊藤塾塾長、伊藤誠です2022年、小試験予備試験の最終合格発表を受けていろいろな思いでいらっしゃるかと思います、えー、まあ残念なった方もいらっしゃるでしょう,うんほっとした合格したという方もいらっしゃいますよねそれぞれ受け止め方、まあ、いろいろかと思いますけれどもしっかりこの事実を受け止めて次の一歩に歩み出しをしていただきたいと思っています。 辛いいい結果だっった方いらっしゃると思いますまさか自分がともうちょっと今何を私がお話をしても、うん、しっかりとね受け止めるのは難しいそれほどのショックを受けている方もいらっしゃるんじゃないかと思います私もこれまで40年以上の小試験受験指導のこの中で数百人の 後日残念だった方見てきました旧食試験の時代から今の予備試験の口実も含めてですけれどもその皆さんたちは皆さんこれを乗り越えてそして立派な法律家としてそれぞれの分野で活躍をされているんですねうん今は何を言ってもねちょっとなかなか受け止められないかもしれませんですがこの大きな試練これを乗り越えることによって他の人にはない他の人は得られない大きな力を実は 自分の中に、ね、こう力をつけていくそういうチャンスがある意味では与えられたんだとそう思える時が必ず来ますなので頑張って次に向かって新しい一歩を歩み出していただきたいと思っています客観的に見れば皆さんが来年の予備試験の合格に一番近いところにいることはこれも確かなわけですから そしてこれまで担当論文を合格してきたというその実力それはもう客観的に証明されているわけですからぜひ自信を持っていただきたいと思っています今年も工事試験の会場で私、2回目なんですというねそうやってご挨拶をしてくださった方もいらっしゃいましたまさに2回目の工事数2度も担当論文合格しているわけですよ そして、そうやって、ね、自分自身をいわば鍛え上げて2回目の時に明るくそうやっい挨拶ができるそうやって自らを成長させることができるんです。なので、まあこのでこ機会 ぜひうままく受け止めてて次に生かしていいいたただきたいと思いますどうしてもこういう時にはみんな周りほとんど受かっているのになんで自分だけ人と比べてしまう周りと比べるということをやってしまいますよねもう,そうしょうがないんですけれどもでもこれから将来、法律家になって活躍する時に周りの人と比べるということがいかに意味のないことかあそれにどこかで必ず気づきます。その気づきが誰よりも早く今ここで ね、その気づきの場面を与えられたんだとそう思えばいいだけのことです通常の人よりも早く人と比べることは意味がないんだそこを乗り越えていかないといけないということに気づいたとあそういう意味では本当にプラスなんだと思ってください次に向かって頑張っていきましょう最後まで、伊藤塾私たちは本当に応援しています えー、残念だった方にはあぜひ、ね、相談に乗っていただけるそういうサポートも用意しています伊藤神のコールセンターの方にぜひご,覧ご連絡いただければなと思うんですね来年の予備試験受験に向けたサポートもちゃんとありますので、えー、ぜひ遠慮なく、えーね、私たちサポートセンターの方まで、えー、ご連絡いただければなというふうに思っていますさて、えー、合格していた皆さんほっとしたと思います、えーまあ、2日間の口実本当にお疲れ様でした 私も朝昼とね皆さん応援に出かけましたけれども、うん、まあそこで不安な皆さんたちの表情を見ながら本当に心から頑張ってほしいと、えー、思っていましたあほっとしたんじゃないかなと思いますですがもう次の小試験が待ってますよねえここで油断するわけにはいきませんえまあこの後日終わったんだからねこれでも最終合格もいい社内の実務行かせてくれよと思いますけれどもまあ残念ながら今の制度屋上屋のようなこの小試験があるものですからそれも油断できませんえしかも来年の 試,試験これれは夏に実施されます通常よりもちょっと期間が長いものですからそれだけ準備の期間があります、またロースクール生もこれに参入していきますから油断はできないところですよね、なのでぜひ頑張っていただきたいと思いますまずは合格の報告、まあ、これをいただきたいなと思っているんです,、ね、ですから予備試験合格報告会。 17日、えーまあ、この当日の16時半から18時半4時半から6時半まで東京・渋谷区の1階で、えー、講師がお待ちしていますのでぜひ、ねえー、来ていただければなそして報告していただければなと思っています。それから 18日金曜日も同じ午後4時半から6時半まで遺跡講師が東京渋谷区でお待ちしてますのでぜひ、ね、報告に来ていただければなと思いますそして次に向かって頑張って気合を入れていきましょうこの合格報告会がありますよということとそれからもう一つ18日金曜日の19時から午後7時からになるのですが 少子圏プロジェクトのキックオフ会これを実施いたします、まあ、毎年毎年この少子圏プロジェクトのゼミで全員皆さん合格少子圏合格されてって言います 予備試験と同じところ違うところそれをしっかり意識して次に向かって対策を立てるというのは本当に大切なことなんですね私も最初ちょっとご挨拶をさせていただきますが移籍講師の方からこのプロジェクトについての報告がありますで小試験プロジェクト小学生、まあ、最大無料で皆さんを支援させていただきますので移動塾で勉強をしてこられなかった方塾生以外の方でもぜひ参加していただければなと思いますこちらは日日金曜日の 19時時かからら午後7時からですウェーブ配信もありますのでぜひそちらもご利用いただければなと思います、まあ、予備試験と同じところもありますが違うところもありますその方向性を見誤らないということが何よりも大切ですしやはりここで油断しない気合いを入れて次に向かって早めにエンジンをかけ始めるということは何よりも大切なことですからぜひ頑張っていきましょうお待ちしています それではそれぞれこの結果の発表いろんな受け止め方あるかなと思いますがつらい思いをされている方そして、ほっとされている方本当に人それぞれです自分の人生ですから自分なりの受け止め方をしてこの事実に自分で意味付けを与えて次の前に進むそこは共通ですからねそういうことを繰り返しながら私たちは生き続けているわけだし立派な法律家実務家として活躍をしていくそれが約束されているわけですから。 頑張っていきましょうえこれからも応援しています終わります